後期2600年宝粛全国、キリスト教信徒大会、宮古田常太郎は、日本の牧師、日本キリスト教団の指導者、キリスト教学者、日本キリスト教協議会総書記、日本聖書協会総主事、青山学院理事長。長年、毎年秋にバックストン記念聖会の指導を行っていた。学府は、ホーリネスの宮古田と次郎。千八1897年。 鳥取県境港市に生まれる。旧正桜中学校に入学して、1908年、笹尾鉄三郎が桜に巡回伝道に来た時に、桜中学4年生だった宮古田は、笹尾の説教を聞いて深い感銘を受けた。1914年に、笹尾鉄三郎に洗礼を受ける。旧正桜中学校を卒業する。後に献身して、 青山学院神学部で学び牧師になった。九百二十四年二月五日、青山学院の社官だった時、日本ホーリネス教会監督の中田茂春に説教を要請する。九百四十年十月十七日のカンナメ祭りの日に、青山学院で開催された後期二千六百年報祝全国、キリスト教神徒大会の初期を務めた。九百四十一年、 笹森純造委員長より宮古田を含め4人がリベラルとされて青山学院を追放される。青山学院の中学部の部長であった宮古田は礼拝堂で全校生徒の前で私は自分で辞めるのではない。この後にいる笹森委員長に無理に辞めさせられたのだと言って笹森委員長を睨んだ。1946年キリスト新聞が創業する時に関わった。 1952年に本聖書教会総指示として、候語訳聖書の翻訳に大きく貢献し、1955年に候語訳聖書を出版ベストセラーになった。これらの功績が認められ、1977年、キリスト教功労者を受賞する。ジャパンタイムズ1957年1月14日号で、 日本キリスト教会の離脱はアメリカから資金を受けるための行為だと批判したが、ジョン・エム・エル・ヤング宣教師はその事実はないと指摘している。神の導きにより実現した日本キリスト教団の教会合同は100年前にプロテスタントがトライして以来の日本の教会に課せられてきた中心的課題への解決であり、世界のキリスト教の歴史上かつてない壮観な例で、 あるとして叩いている。1961年2月20日、日本プロテスタント聖書信仰同盟の聖書、翻訳特別委員会のメンバー松尾武史、時は高沖堀川勇が、宮古田たちと会見して、交互訳聖書の改定を要請した。宮古田総主事は、日本プロテスタント聖書信仰同盟の代表に、向かって、君たちの中に言語が読める者はいるのかね。と言って、 回答をしなかった。山口幸子、オーリネスの流れ117ページ、米田勇、中田茂春伝、岩村真嗣、古今東西キリスト教出来事ロジー P17、ジョン・エム・エル・ヤング、天皇聖とキリスト教、日本キリスト教合同志向、小山玲二、今も生きておられる神プレイズ出版。ありがとうございます。